固い守りを破る。攻撃は効果的だ。投石機を運び入れる。周囲の敵を撃破してくれ。わかった。ザラーバン敵イスファン卿、行くぞ。は、先陣ならお任せくだされ。俺は事前の策として、殿下と敵の側面に回る。照明は頼んだぞ、ダリューン。敵が入ってきたぞ、兵器を動かせ。なんだこの仕掛けは。えい、煩わしい。そう簡単にはいかねというわけか。うん、この攻撃は互いにいる男の指示だ。奴を倒せばやむかもしれん。ハルス人に捕まったらヤツだけにされてしまう。逃げろ。ルシタニア人にとってパルス人は所詮は京都、向けられる感情はサネスには恐ればかりだ。あのルシタニアの少年、彼とも分かり合うことは難しいのだろうか。これで敵の兵器は無力化した。一気に駆け抜けるぞ。突出すれば敵のいい的になろう。気をつけろザラーバン時は。力を尽くして阻め。これ以上パルス軍を進ませるな。あれはマルズバン・サーム殿。一体なぜルシタニアに。今はサーム殿のことは捨ておこう。それより急ぎここを制圧せねばな。殿下、なるべく光線は避けつつ移動しましょう。あ、分かった。皆が命を落として戦うのに、ただ眺めているわけにはいかぬ。伯爵様、お待ちください。私も共に参ります。あらら、武士の祖父君から預かった万一何かあったら申し訳があった。しかしエトワールよ、これは命令じゃ。今は自重し、後の機会を待て。承知しました。伯爵様、どうかお気をつけて。おお、なんと見事な武勇。その無駄のない動き、見習いたいものです。私のそばを離れませぬよ。俺とやろうってのか。守るべきを守る力を。ここまでか。だが異教徒の手にかかるわけには。伯爵様が重傷だと許すものか。異教徒の総大将アルスラウンは私が撃って。ならば奴を狙える場所を教えてやろう。やれるか、やってみるがいい。皆の目が長谷川に向いているうちに正門を呼び、正門のパルス軍を殲滅してやろう。おのれ、パルス軍で一矢報いてやるわ。投石機を運んでまいりました。これで門を破壊しましょう。もうダメだ。誰か、まだ死にたくない。あれは逃げ遅れたルシタニア人か。ナルタス、逃がしておやりになるのですね。ですので説得なさるのはお気づき。京都だ。待ってくれ、私はお主たちを傷つけるつもりはない。騙されるな。京都の言うことだぞ。いらっしゃい、武器を取れ。戦うのだ。そんな…出れ。アルスラーン殿下が敵に包囲されている。殿下、ザラーバン殿下、ここは任せた。働きをご覧いただいている。そう思うと一層力が入りますな。やはり投石機か。残念だが、そのようなものは通じん。そんな。
気の増援部隊が正門前に出現。門近くの味方が攻撃されています。なんだと。いや、ここは皆を信じよう。今は殿下の救援が最優先だ。先ほど民を先導したのは牛谷兵だった。悪くない指示だ。ダリュー、貴様の首はこのザンデが取る。カーラーンの負傷の米、今は貴様の相手をしている暇などない。俺と会ったのが運の尽きだ。正当なる王に討たれ、そうしてパルスは正しき者の手に帰るのだ。正当なる王、やはり貴様はヒルメス王子に仕えていたか。それにもしやサーム殿も。熱き闘志を受けてみよう。殿下、ダリュウ、あれがアルスランか。あの時のアルスラン確保。殿下は女性にお優しくていらっしゃる。俺と気が合いそうですな。クバードン、なぜあなたがここに。のんびり話している場合ではなさそうだぞ。邪魔をしてくれたな。王子ともどもまとめて葬ってやる。バルカシオン伯爵に仕えるキシミならエトワールが相手だ。浮かぬ顔ですが、この者お知り合いですか。覚えておらぬ。3年前王都で私を人質に取った奴隷の少年だ。少年、少女にしか見えませんが。お主、女性だったのか。男だろうと女だろうと関係あるまい。私はお前を撃つ、それだけだ。奴隷にはしない、ひどいこともしないと約束する。だからどうか投降してくれ。異教徒の総大将の言葉など誰が信じる。3年前、私は約束通りお主を逃がした。今回も約束は守る。それでも信じられぬならいっそ逃げてくれ。私はお主を傷つけたくない。もう戦えぬのだろう。さあ逃げるといい。敵を逃がすのか。お前は本当におかしな奴だ。増援部隊が来たぞ。パルス軍を城から追い出せ。クバード卿、あなたには城外を迂回しルシタニアの増援を止めていただきたい。正門にいるパルス軍の体制を整えます。それと同時に策を持って城内の門を開けます。敵の戦意を削り内外から一気にというわけだ。このクバードに任せておけ。
敵の大軍に突っ込めとは面白い言うな。しかも現れたばかりの俺を戦略に組み込むとはな。前にも後ろにも敵がいるね。どうしたら。ナルサス卿が手をこまねいているとは思えない。戦況が変わるまで今は耐えるのじゃ。あの動き、魔導士か。全て飲み尽くせ。弱気ですね。翻弄されないよう気をつければ。魔導士と戦った後から妙に苦しんでる。気をつけろ。おそらく毒が仕込んである。ペシャワールを襲った魔導士と同じだ。下世の奴らはあるのかだけ気をつけることなどあってはならぬ。死力を尽くせ。目に見えた線が下がっている。でも姿勢を振る。叩き潰してやろう。キープだ。敵は増援部隊がやられている。ウオーサーを先行だ。増援部隊が壊滅したぞ。敵は城を取り囲み、俺たちごと燃やす気だ。俺の名はクバーだ。ナルサス卿に頼まれてな。上に来たぞ。あのナルサランとして孔明だ。いや、単に孔明というだけだろ。いや、これはあれほど立派な事実ではない。これは焼け死ぬくらいなら。進撃、神に栄光ある。ゲームボスはナルサスの仕業か。待たせたな。敵の増援は我らが食い止めよう。おお、懐かしい顔だな。元気そうで何やら。よし、我らも増援を抑えに行くぞ。じゃあ城には一歩も近づけるな。このままでは我らの負けだ。だが京都の手にかかる国なら。彼らはどこに行こうとしているんだ。誰か嫌な予感がする。城内の門が開いた。ナルサスの策がうまくいったようだ。このクバードについてウシタニア軍を叩きのめすぞ。たとえ異教徒に城を奪われようとも、この命までは奪わせぬ。神よ、今身元に参ります。エトワール様、バルカシオン博が中庭の塔から身を投げて。何？レッスを悟り、他の者も塔を目指しています。おそらくバルカシオン博に続くつもりかと。すぐに向かう。また会ったな、サーブ。サーブ、ここで味わってみるか。アルスラン殿下に見せたシーン。今のお主はヒルガス殿下の敵だ。窮地の中で容赦はできぬ。それはためらんぞ。お主とは一度本気でやり合ってみたかった。全てはパルスを守るため参る。降伏する者は全て助ける。お願いだ、武器を捨ててくれ。赤眼の獅子の力は騙されるものか。神よ、今見事に。なぜだ。味わってみるか。自ら命を捨てようとするのだ。スガード教頭、アトロパテネ以来ですな。皇太子殿下にお見方していただけるのか。この様子を見ると差し当たりはいいつもりだ。やはり恩師は強い。ここで終わるわけにはいかぬ。さあ、残すはあの門の向こうのみ。城内の敵を撃ち、城を制圧するぞ。ここから先へは行かせるぞ。さあ、お主
士がいるとは。味わってみるか。赤眼の獅子の力は。降伏する者は助けよ。武器なき者は殺すな。俺は王太子殿下の御意であるぞ。あの坊ちゃんなら日本に制するだろう。味わってみるか。赤眼の獅子の力は。これ以上仲間の命を失わずに済むかもしれない。バルカシオハク、しっかり。おお、エトワール、わしは味わってみるか。赤眼の獅子の力は。妹へ。伯爵様、味わってみるか。赤眼の獅子だ。殿下、申し訳ございません。アルスラン殿下、大変でございます。絶望したルシタニア人たちが中庭に押しかけ、次々と塔から身を。なんということだ。すぐに塔へ向かう。はっ、ご案内いたします。助かる命を捨てるなんて、絶対に止めなければ。これは罠かもしれない。それでも私は救える命を見過ごしたくない。あの兵、殿下に何を。まずい。殿下、しまった。分断されるとは。何としてもお救いする。急ぎ皆を止めねば。この声はエトワール。何をしている。私は皆を止めねばならぬのだ。勝手な真似は許さん。お主は命令通りダリュンらの足止めに向かえ。今一度言う、命令に従え。待て。あなたが戦うべき相手は私のはずだ。ルシタニア人を救うためむざむざ罠に飛び込むとはな。やはり貴様は甘すぎる。己の愚かさを食いながら死んでいくがいい。何をしている。お主は早く塔へ。これで私も真のバルダーになれたか。やはり貴様は王の器ではない。生き残りを助けるためのこのこ一人で来るとはな。あなたは人の命などどうでもよいというのか。ルシタニアの奴らがパルスでしてきたことを思えば、まだ生ぬるい最後というものよ。違うか。アルスラ、皆は思いとどまってくれたぞ。約束通り命と自由を保証してくれるんだろうな。私がこのヒルメス教との戦いに勝った暁には必ず。ならば援護してやる。お前が倒れたら約束を守る者がいなくなるからな。全力を尽くす。今だ。調子に乗り寄って遊びは終わりだ。アンドラゴラスの小せがれ、覚悟を。私にも背負うものがある。どうして。負けるわけにはいかないんだ。やはり炎を恐れているのだな。これをうまく使えば。もうやらない。どうして。私は塔に戻る。中にいる重傷者の手当てをせねばならん。ここまで来ればお前一人でもなんとかなるはずだ。君なら。はあ。殿下。
ください。させぬ。彼らとはまたいずれ戦う時が来よう。それよりも今は救える命を救わねば。アルスラン殿下がサンマのエル城を落としたぞ。俺たちの勝利だ。うわ私を捕らえろ。このような継承で逃がされれば異教徒に情をかけられたか、もしくは通じたと思われるだろう。私を捕らえ拷問にかけよ。しかし殿下、この娘の言う通りに。今は何を言っても引き下がりますまい。分かった。だが拷問にはかけないし、怪我をしたルシタニア人の手当てはこちらでさせてもらう。それでいいかい？お前は甘いからな。仕方あるまい。お主は、そうか、ペシャワールで会った少女はお主だったのだな。私の本名はエステルという。騎士になった時にその名は捨てたかな。それにしても今頃気づいたのか。お前は本当にぼんやりしているな。王や王子というものはしっかりして威張っていなければならない。お前たちがそれらしくせぬから、アルスは都を奪われるような目に遭うのだ。一つはっきりさせておこう。パルスがルシタニアに攻め込んだのか、ルシタニアがパルスに攻め込んだのか、どっちだ？確かに攻め込んだのはルシタニアの方だ。だがそれはお前たちの国が誠の神を崇めぬからだ。もしお主の言う通りなら、どうしてマリアムに攻め込んだりした？それはマリアム人の信仰の仕方が間違っているからだ。だから神のご意志に従って。神がそう言ったのをお主は聞いたのか？ルシタニアの権力者たちが自分たちの欲望と野心のため神の名を利用しているだけではないのか？黙れ黙れ、お前と話すことはもう何もない。すまない、偉そうに責める気はなかった。お主はイアルダボート教の祈りの言葉を知っているか？当たり前だ。だったら明日ルシタニア人の死者のために祈りを捧げてほしい。敵の死者のために祈りを？本当におかしな奴だ。お主のおかげでルシタニア人の魂も救われたであろう。そうだな、私にも祈らせてくれたことについては感謝する。一つ問いたい。お前たちはなぜあの頼りない王子に仕えているのだ？王太子殿下はいつも努力しておられる。勇敢にご自身の責任を果たし運命に立ち向かおうとしていらっしゃる。そのことが使える者の目には明らかなのだ。それにどんな人間に対してもお優しく情け深い。私のような身分の低い者ですら危険も顧みずに助けてくださるほどに。あんただって知ってるだろ、殿下は
ルシタニア人の死も本気で痛んでくれたんだからさ。王子にしては甘すぎるがな。もう憎ったらしい子だね。彼女を解放し、傷ついたルシタニア人の世話役を任せたこと、甘いと思うか。殿下ご自身はどうお考えの上でそうなさったのですか。私は思ったのだ。千人死ぬところが900人で済むなら、ほんの少しだけ放っておくよりいいのではないかと。でもそれは単なる自己満足に過ぎないのかもしれない。もっと他にやりようがあるのかもしれない。お気になさるなとは申し上げませぬ。ですが今できる最善のことをなさったのでしょう。それを甘さとおっしゃるなら、ぜひ甘いままでいただきたいものですな。私たちは皆そのような殿下のご気性こそかけがえのないものだと思っているのですから。ありがとう。お主たちがそうして支え励ましてくれたから私はここまで来られたのだと思う。あの王子は人の心をつかむのがうまいと見える。それに敵はルシタニアとヒルメス王子。奴らと戦い続けるとなれば退屈すまい。もうしばらくは付き合ってもいいかもしれんな。皆のおかげでサンマヌエル城を落とすことができた。しかし王都に近づけば近づくほど戦は激しさを増すだろう。